フランス軍の階級は、フランスの軍事組織において、その構成員の上下関係を明確にするために、定められた序列である。フランス軍の階級が制度化されたのは、1834年5月19日陸軍士官、及び海軍士官の身分に関する法律が制定された、ことによる。これ以前は、士官の身分は司令官、艦長、隊長などの職で決まったため、 編成外で職を離れるとその身分も同時に失われた。階級制度で士官の身分と職が区別されることにより、士官の身分が保障され、より柔軟な編成ができるようになった。なお、フランス軍の階級骨章は、その身分にふさわしい職名に由来しているので、階級制度が始まる前から職名として使用されていた。フランス元帥は、 元帥という階級ではなく栄典である。公式には、フランス軍では、少将が、最高位の階級である。大将や中将は、士官の身分である階級ではなく、少将に与えられる地位と称号である。今日の召喚の階級故障の和訳においては、概ね順将から大将と訳されるが、現在の訳となったのは、第二次世界大戦後のことであり、それまでは、 海軍将官と同じである。また、小学官、ロベール・フツ話題辞典のように少々から上級大将とすると、表現に差異が見られる。フランス軍の順位は、英米式の階級で少佐と同じ綴りであるが、フランス軍の少佐は、コモンダントである。フランス軍のカポラルは、英語のコーポラルに当たることから、伍長と和訳されることがあるが、 上等兵にあたる兵の階級である。とはいえ、明治初期に日本陸軍がフランス式の軍政を採用していた時は上等兵を置かずにごちとしていた。公式にはフランス陸軍及びフランス空軍の一等兵は階級ではなく等級である。ありがとうございます。